ました。噂の噂のザイマクザテラス、大沢金金みたいな。そうそうそう。はい、というわけでですね、ザイマクザテラスに来ました。こちらなんですけど、地下1階から3階までの建物みたいで、飲食店が入ってたりとか、あと下がコワーキングかなになってたりしますね。あとランナーズステーションか、あの海沿いを結構走って運動される方とか今いらっしゃるので、それのランナーズステーション、シャワーとか浴びてたりとか、ロッカールームがあったりとかする、そういうのもあるみたいです。では行ってみましょう。あれでも今もうリアルタイムでやってないでしょ。やってない。昔のやつだよね。キッズの文字がそれぞれおかしいか。おのおのカメラ回してる。だから撮んなきゃいけないんじゃないかっていう。ありがとうございます。そしたら700円です。はい、こちらにタッチお願いいたします。はい、ありがとうございます。お作りするので少しお待ちください。そうそうそう、カフェに来ました。でですね、サンライズシャックっていうカフェなんですけど、 MCT とかグラスフェッドバターとかココナッツオイルを使ったバターコーヒーとか結構流行りだと思うんですけど、そういうコーヒーがね飲める海沿いのカフェになります。で今回なんですけど、ココナッツバターコーヒーっていうのを頼んでみたんで飲んでみたいと思います。いただきます。うん、あ、かなりしっかりとココナッツの香りがしますね。お砂糖とかは使ってないみたいなので甘さはないんですけど、あのココナッツのすごいなんていうフルーティーな香りがしてすごく美味しいですね。中にココナッツクリーマーと、あとバターと MCT オイルとココナッツオイルが入ってるみたいです。はい、で続いてなんですけれども、ゴールデンっていう種類ですね、飲んでいきたいと思います。すごい、なんかあの薬草感薬草、なんかウコンが入ってるみたいで、コーヒーに、ターメリックパウダーと MCT オイルとココナッツオイルが入ってるんですけど、ウコンのそのターメリックパウダーがすごいこうがっつりきて、初めての味わいなんですけど、かなり体にいい味がしますね。あの店員さん曰く、こう二日酔いの後とかにいいっておっしゃってたんですけど、すごいその感じが分かるぐらい、あのコーヒーなんですけど、なんだろう、漢方みたいな体にいいなっていう感じの味がすごいします。うん、でなんか香りもすごいスパイシーなので、あのチャイティーとかが好きな人におすすめかなと思います。はい、で続いてなんですけど、クラシックっていう種類になります。で、コーヒーベースに、バターと MCT オイルとココナッツオイルが入っています。飲んでみたいと思います。あ、これが一番、今3種類飲んでみたんですけど、これが一番ですね、コーヒー感がすごく強くて、あのしっかりとしたコーヒーの苦味もするんですけど、あのバターとかココナッツオイルのこうマイルド感が相まって、苦味も楽しめますし、そのマイルドなオイルの感じも楽しめるので、あの割とすっきりとして一番飲みやすいかなっていうふうに思います。なんか知りすぎてる。でも何気に絵の電話さんだろうな。歩ってのも大変なんで、エスカーっていうのがあるんで、あ、そうそう、それ乗ってください。エスカーって何でしょうか。エスカレーターの長いやつ。あ、はいはいはい、時間にあるじゃん。それがパッコのパスだよ。なるほど。よくわかんない、カタカナ入ってくるからいつもなんだろう。大体ね、本当にある。大学入って
て上京してきた時にこれがアジアンコーフシミュレーションが見てみたね、島内の方に今度はやってきました。で、今こちらにあるのが、江ノ島神社という風なところで、ちょうど江ノ島神社のですね入り口に今いるんですけれども、こちらなんですけれども、あの天照大神と、スサノオノミコトが制約された時に生まれた三姉妹の女神様を祀っているところがこの江ノ島神社なんですね。三姉妹の女性の女神様なので、あのあっち側にねもう海が目の前で、すごくいいロケーションですね。からエスカーっていうのに乗っていくんですけど、これね世代じゃないと分かんないんですけど、アジアンカンフージェネレーションで江ノ島エスカーっていうねこのね曲があるんですけど、これ世代の人分かってほしいんだけど、この江ノ島エスカーのこの曲に使われてるんですけど、エスカレーターなんですよね、江ノ島にある。でこれで、上の方まで登っていくことができます。歩いて行って登っていくこともできるんですけど、結構しんどいので、今回はちょっと江ノ島エスカーに、ね、せっかくなんでこのアジカンのエスカーに乗って、上に行って、で上にはあの江ノ島シーキャンドルっていう風なところで、あの冬の冬季館ですね、サムエルコッキング園っていう、庭園があるんですけれども、そちらがねイルミネーションがあるんですよ。で冬季館今日がちょうど最終日というふうなところで、あのギリギリセーフということで、ぜひちょっと登ってみたいと思うので、イルミネーションの映像もお楽しみください。それでは行ってきます。確かに、この時間からわざわざ来ないもんね。そう、下だけしか来たことないんですけど、うん、初めて来ました。上すごい、なんか神聖だわ。サマーウォーズみたい。サマーウォーズこういうのあるんだよ。すごい、わお、
なんかおもむろにあそこを歩きたいな。これどういう感じ？え、どういう感じだろうね、これ。どういう感じですか？これ何がある？上何があるの？サムエル・ポッキング園っていう。園っていう。もともと普段からある。名前がそうなの？あ、そうです。すごい。すごい。すごいよ。おお。すごい。すごいすごいすごい。すごい。すごい。何個か。わあ、すごい。すごい。うん。スタスタしてんな。すごい。この絵やばいっすね。うわうわいいよね、低いのがすごい。うわやばい。これを前から撮ろうか。はい。
今回なんですけれども、サムエルコッキング園がですね、江ノ島シーキャンドルということで、冬期間限定なのでですね、今日最後だったので今シーズン最後ですね、ギリギリ滑り込んで撮ることができました。想像以上にかなりキラキラしていたので、来年絶対皆さん来てください。絶対に後悔しないと思います。今日は佐藤さんと一日シネマティック動画撮ってみました。はい、佐藤さんの方で本編のシネマティック動画、そして、私のリアチャンネルの方でこの撮影の裏側の映像もぜひお楽しみください。それでは、本当に一日ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。スクワットマシン、しかも一番タイプのゆっくりな、そうそうそう、重いもの持ってゆっくりみたいです。どうした？